ブルートゥースってなんだよ。青いカスガかよと思っていたゆっくり霊夢です。コードをつながずに音楽を聴けたり、携帯電話の画面を指で触る時代が来るとは思ってなかったんですがね。変化に未だ驚く悟りです。さて、今回は武将紹介外伝。今回は、外伝ではあまり触ってこなかった圧巻を紹介しようかな。今回は大盗賊陶石を紹介するわ。陶石はいろいろな話にちょいちょい出てくる人ですね。例え話とかで。さて改めて紹介する人は陶石。本名を天竜、陶化石とも。伝説上の大盗賊にして、聖人君子の代名詞、孔子を論破した男。彼は一体どういった人物なんですか？さて、この陶石だけど出自がかなり曖昧よ。ある書物によれば伝説の皇帝の時代に盗賊として登場したり、春秋戦国時代の大盗賊として登場したりしていて、かなり時空を超越しているわ。彼は1000人いれば一流の盗賊と言われている時代で、9000人もの盗賊団を率いている傑物だったわ。彼が動けば常に、3000人の兵が動き、盗みや窃盗、殺人などをし、小国はもちろん大国でさえ彼らを恐れたわ。彼らは人の肝を食べ、悪楽の限りを尽くしていたわ。肝を食べれば寿命が伸びるらしいですよ。根拠はないです。後に孔子は陶石を一目見て、彼には王侯の資格がある、とまで言い、体格、才能、兵を率いるで、どれか一つでもあれば王にはなれるが、陶石にはこの三つがある、とまで言っています。陶石はある日、彼の部下に、陶石様、聖人君子には守るべき道があると世間では言われていますが、盗賊にもこれはありますか？と聞かれたわ。ここで盗賊は、もちろんあるさ。一つ、盗む先にどれほど価値のあるものがあるか当てる、これを正という。二つ、誰よりも先頭に立って働くこと、これを言うという。三つ、逃げる時に自らしんがりに立つこと、これを義と呼ぶ。四つ、盗んだものの価値がわかること、これを義と呼ぶ。五つ、分け前を全員に公平に分配すること、これを仁と呼ぶ。以上、この五つの徳さえできていれば、大盗賊になれる。これができなければすぐにバラバラになるだろう、と言っているわ。これを盗石五徳というわ。過去の歴史の傾向的に言えば、盗賊は頭が私利私欲に走り、見放されて自然消滅するか、頭が無能で討伐軍に負けるかのどちらかが常なんですが、陶石にはこれが通用しませんでした。この陶石の傍若無人っぷりに頭を悩ませたのが孔子ね。そこで孔子は陶石の兄の遊家慶という人に会いに行こうとしていたわ。この人は炉の賢人で大夫なのよね。そこでたまたま孔子は遊家慶とばったりで食わすのよね。兄弟で大夫と大盗賊なんですか。無楽ですねー。共通点は共に大とついているぐらいですね。孔子は遊家慶に、あなたの弟に私の教えを説こうと思っています。ところであなたは炉の大夫でありながら、弟は悪楽の限りを尽くし民を苦しめております。なぜ注意しないのですか？と聞いたわ。遊家慶派、彼は私の言うことを聞きませぬ。だから無駄に年月が流れて。と言ったので孔子は、あなたが言わないのならば、私が代わりに教えます。と言うと、待ってください。先生が立派な言葉を申しても弟が聞くわけがありません。きっと悪いことが起きます。というか慶が返すと、いやいや、人というものは悪人でもいい言葉を言えば、改心するケースがあります。悪いことになる、聞くわけがない。というのは大きな過ちです。私が説得します。と言って彼は旅立ったわ。孔子は陶石のアジトへと向かったわけです。悪人だらけのところですよ。孔子は恐ろしくないんでしょうか。ちなみに孔子は無学の城という若者に自らの教えを説き、A という国の大臣にしたという実績があります。孔子は陶石のアジトまで来ると驚いたわ。鳥や獣の死骸だらけ。そこで孔子はアジトの門の前で、炉の孔子というものです。ぜひ陶石様にお目通りを、と願い出たわ。陶石はこの報告を聞くと、ほう。孔子といえば俺でもなは聞いたことがある。人に教えを説くものだろう。俺の説教に来たのか。いいだろう。彼の力量を確かめてやろう。
もし俺の心を動かしたのならば、素直に従おう。もしくだらぬことを言い出したら腹渡を食らってやろう、と言って会うことにしたわ。孔子は陶石を一目見て驚いたわ。髪の毛は乱れ、逆さまになってて、まるでよもぎのよう。目は大きく、こちらを凝視し、鼻息は大きく歯をギリギリと噛みしめている。陶石は部下に髭を反らせながら、お前が来た理由は何だ、と、威圧感のある声で言ってきたので、孔子は震え上がったわ。かねてより傑物と聞いていたが、ここまでとは。姿、形、声。どれをとってももはや人間のそれではない怪物。孔子は内心震えながら、自らを鼓舞し怪物に立ち向かったわ。相手は9000人もの盗賊団を率いる悪漢。孔子の教えは通用するんでしょうか。孔子は、この世を生きるには、道理を身につけ心の掟とするべきです。朝廷を敬い、下々の身を憐れみ、人に情けをかける。聞くところによれば、思うがままに悪事をする輩は最初は満たされても、最後はいずれひどい目に遭います。だから人は善を信じ、良い行いをするのです。それを伝えるために私は来たのであります。と言ったわ。確かに好き勝手悪事をする者は、最初はどんどん満たされていきますが、最終的には破滅します。孔子の言葉はもっともです。孔子が喋り終わるのと同時に、雷が落ちたような声で陶石が笑い出したわ。彼は、いやお前の話は面白いな。一つも正しい点がない。その理由を言ってやろう。昔、行と春という帝が徳で天下を治め、世の人々は皆彼らを称えていた。ところが今はどうだ、彼らの子孫などどこにもおらぬ。また、賢き者の代名詞に白衣、粛清、という者がいたが、こいつらの場合はどうだ、君主殺しの衆の武王に仕えることを拒み、武王の徳のなさに嘆き、徳の高い彼らは衆の食べ物を食べずに山で餓死した。また、お前の弟子に眼界という者がいたな。彼はどうやらお前の弟子の中で一番賢く、徳もすごかったらしいが、結局、それを使うことなく若くして病死してしまった。それから城にしたってそうだ。お前は荒くれ者の城に教えを説き、A の大臣にしたそうだが、結局彼も A で殺害されたそうじゃないか。俺はこう思う。世間でいう賢い輩は俺にとってみれば賢い輩に見えぬ。と言ったわ。孔子の弟子の中で一番賢かった眼界はたくさん勉強して、その才能は師匠の孔子よりも高かったそうです。これから活躍できる。って時に病死したんです。城は、もともと農民でした。孔子が教えを説き、彼は A に仕えましたが、結局戦死。勉強してても、こうなるんです。陶石は続け、俺は悪事は好むが災いは降ってこない。人から褒められることもせいぜい、4、5日に過ぎず、非難されることもまた4、5日に過ぎない。悪事も善事も長く褒められず、長くそしられもしない。だから俺は好き勝手生きているのだ。俺の心に従ってな、孔子。お前は木を追って冠とし、皮を持って衣にし、貢献欲に怯えこびている。二度も故郷の炉から追放され、A の国からも足跡が削られた。どうしてお前が賢いと言える？逆だ。お前は実に愚かだ。とっとと走って帰れ。お前と話すことはない、と言い、孔子は怯えながら退出したわ。この陶石と孔子の対談は、宇治周囲物語という日本が作った話と、孔子という思想家が孔子の教えを否定するために、作ったものと二つあるんですよね。今回紹介したのは宇治周囲物語の方で、孔子の方でも流れは違いますが、孔子は陶石に論破されちゃうんです。孔子は急いで馬に乗ろうとしたら、うまく乗れず、靴輪を二度外し、あぶみを何度も踏み外したわ。これをくじの倒れ、と俗に言うわね。陶石はその後、改心せず、盗賊業を続け、普通に天寿を全うしたらしいわ。なかなかこういう話で悪人が天寿を全うするパターンは少ないから、私はちょっと腹立たしいわね。もちろん陶石の言い分にも一理あります。彼がもし、朝廷に仕えていたら城のように中殺されていた可能性もゼロではないです。でもだからって、悪事を働いて良いということにはなりません。
式の作者、芝仙はこの悪人の投石が天寿を全うしたのを見て、嘆き悲しみました。さて、いかがでしたでしょうか。今回の人は、もしよろしければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。感想のコメントはすごく嬉しいですし、三国志なんて皆さんのコメントを頼りにしまくってますからね。それじゃあこの辺で、またねー。